はい、じゃあ調べてみようか。法定記録で、はい。裏ね、ぐるぐるぐるっと。はい、なんか書いてますね。これは昨日ジーナさんが持ってきた預かり証ですね。はい、2ヶ月前メグンダル様に渡されたものでございますね。品名、新使用コート。そのポケットの中からもう1枚の預かり証が出てきた。あの事件の2日前、小箱を預けたのでしたね。それは事件と関係があるのだろうか。え？それだけかな。小箱。この血は？おや、こんなところに赤黒い指の跡みたいなものがあるな。これってもしかして血だったりして。まあ今はそんな不吉な想像はやめて楽しくいこうよ。でもいずれやっぱり血ってことになるような気がするの。まったく今時の10歳の女の子ときたら。それだけ？だってこれ違うやつなんでしょ？小箱の話なのかこれ。あ、こっちが1か。ジーナさんからもらったこれだ。はい。でこれはなんて書いてあるの？写真の裏に文字が書かれています。2月13日午後9時、品名小箱、金額10シリング、返済期限4月13日午後9時。じゃあこの写真、ハッチさんの店の預かり証なのか。預けた日付は事件の起こった日よりも2日ほど前でございますね。小箱、小さい箱か。これだけじゃなんだかわからないな。中に何か大事な思い出でも入ってたのかも。私、気になることがございます。ここに預かり証があるということは、その小箱はまだお店にあるかもしれませんね。あ、メグンダルが預けていたもの、調べてみるべきか。はい、預かり証、はい。小箱。小箱。これは多分この中にあるんだろうけどさ。別にここら辺調べなくてもいいかな。小箱。これも小箱だよ。移動するで。あれ？奥に入るのにはどうすればいいんだ？調べなきゃいけないのか？この扉の向こうがお店の保管庫だって言ってたね、グレグソン君。ゆうべ、この扉の小窓越しに僕は見てしまった。撃たれたハッチさんとそのそばに倒れていたジーナさん。担当の弁護士であれば現場を調べる権利がございます。もう堂々と踏み込んでやればよろしいのではないかと。ええ、もちろんきちんと調べ上げてやりましょう。あの扉の向こうが犯行現場か。よーし、どんな手がかりも拾っちゃうからね。さあ行こう。これで行けるようになったのか。移動する。はい、ハッチの質や保管庫。同日某時刻、ハッチの質や保管庫。アイリスちゃん、いきなり無口になったな。無理もございません。何しろゆうべここでハッチ様の命が奪われたのですから。なにちょっと刑事さん、なんだ黒い留学生め。いや僕たちを見て逃げないでくださいよ。スコットランドヤードの刑事が弁護士ごときから逃げるわけないだろうが。ただそのお嬢様のそんな顔を見たことがなくて、なんと言葉をかけていいかちょっとドギマギしただけだ。いい大人が胸を張って何か言ってるぞ。アイリス様、その小さな胸を痛めているようでございます。刑事様から優しい言葉をかけてあげてくださいませ。なんか言える？あー、ご本。なに、お嬢様、気を落とすことはありませんですぞ。何も、自分が死んだわけじゃあるまいし。ダメだな、こいつ。どうやら、間違ったみたいですね。たーい。何たーいって。とにかくわしは捜査の途中なのだ。邪魔をしないでもらいたい。それでは私どもも調査を始めましょう。そうですね、あの大失敗した刑事さんにもいろいろ聞くべきことがありそうだし。ホームズくん、そういえば手術はどうなったんだろう。どうしようかな。とりあえず先に話すか。現場の状況。グレグソン刑事、現場のことなんですけど。見ての通りだ、留学生。それ以上でも、それ以下でも、それ以外でも、それ以内でもない。アイリスちゃん、お願い。ねえ、グレグソン君、現場のことなんだけど。ええ、そうなんですよ。現場のことなのですがね、ゆうべ我々警察めがこの現場へ駆けつけた時、部屋に一つしかない扉には内側から鍵がかかっていたのです。内側から鍵が壊れていますが、それではあれは警察が慎んでぶち壊させていただきました。はあ、そしてご覧の通り被害者めはあの床に倒れていました。そして遺体の隣には憎むべきあのスリメがですね。それってジーナちゃんのこと？私の友達なの。ジーナ様はなんとおいたわしい、安らかにお眠りになっていたのです。死んでるみたいに言われているな、ジーナさん。確かに僕が見た時も彼女は気絶しているようでしたね。その時ジーナ様はなんと凶器の拳銃を手にしていたのです。持ってたね。あそこに落ちている拳銃か。そしてそのポケットには扉の鍵が入っていました。なんですって、この保管庫の鍵は保管庫の内側からかかっていたのでございますね。さよう。そういうわけでお嬢様のお友達はやや不利な状況にある、そう言わなければなりませんね。もちろん個人的には何かの間違いだと信じていますがね。やれやれ。ホームズのこと。グレグソン君、手術はどうなったの？ホームズ君はもう元気になったの？そうですな。まあそのなんでございますか、そのしどろもどろな感じは。まさかホームズ様はもう。いや手術は無事終了しました。ただそのなんと言いますか、さっさと言う。はい。ホームズさんの手術には最新の全身麻酔の技術が使用されました。全身麻酔、そんなことが可能なのですか？眠っているうちに外科手術が終わるという夢の最新技術ですな。日本では消気ガスを用いて虫歯を抜くのがせいぜいでございます。ただまあ最新技術というのもいいことばかりではないようで、なかなか薬が効かず、まず眠るのに数時間かかった上、今度はどうも手術が終わっても目が覚めないそうで、大丈夫か？麻酔薬のせいなのか、ホームズ氏がただ眠いだけなのか判断ができず、現在医師団も手をこまねいて見守っているしかないとのことです。ホームズくん、目が覚めたらお嬢様には真っ先にお知らせいたします。さすがホームズさん、すんなりとはいかないみたいだそういうこと？ホームズだからってこと？あと聞けないね。じゃあ調べてみようか。小箱っつってたよな。ここにおっきいのが開いてんのがあるけど、この保管庫の中でたった一つ、こいつだけが物色されたような形跡があるんだよな。あ、どうしたのアイリスちゃん。これ私の書いた原稿を入れておいた文書箱なの。アイリスちゃんの未発表の原稿、タイトルはバスカビル家の犬。まさかホームズはね、その面倒な原稿を売り払ったんだよ。アイリス、あんたに内緒でね。文書箱の中、改めて見ましょう。うん、ちゃんと入ってるかな。ちゃんとございました。アイリス様の原稿。あったんだね。よかったね、アイリスちゃん。うん、ホームズくんのこともちろん信じてたけど、やっぱりちょっと安心したかな。その割にちょっと笑顔が曇っているような。なに、はい、なんか足りないとか。まあちょっととりあえずいいや。小箱って、あとこれ、この店に預けられた質草がびっしりと保管されているようだ。ものすごい量なの。自転車に蓄音機に楽器、大型の絵画までございますね。いろいろな人の生活の一部が静かに埃をかぶっている。なんとなく落ち着く空間であるような気がするな。床の痕跡とうるさい警察官さえいなければ。悪かったな。それだけ？あとは違う。柱、いや、もうここら辺かな。被害者ハッチさんの遺体をかたどったチョークの跡だ。いい人だったのに、ハッチおじさん。ちなみに撃たれたのは一発、心臓を貫いていたそうだ。おそらくその瞬間に息を引き取ったのだろうな。辛いよな。よし、ここでついにアイリスちゃんの出番だね。なに、やっぱり血を見ちゃうと血が騒ぐよね。なるほどくん。そこで同意を求めるか。私、血を見てしまうと血の気が引く方でございます。それってつまり血は人それぞれってことだよね。そういうことなのかな。そこでこれ、何その物騒な代物は。まだ名前はつけてないんだけど、使ってみれば一発でわかるから。なに、見ててね、現場荒らす。うわー、血の色が変わったね。大体分かったでしょ。うん、大体分かった気がするよ。そう、これってつまり血は人それぞれってことだよね。そういうことなのですね。この薬品は人の血の成分に合わせて色が変わるのだから、反応した色を見れば誰の血か一発でわかるわけ。へえ。まあなんという夢のような薬品でございます。でしょでしょ、人類の夢だよね。それでこの血は誰のものなのかな。言うまでもなく八丁おじさんだよね。まあここで撃たれたわけだからね。聞くまでもなくそれはそうだな。それではせっかく見つけたサンプルでございますから、法定記録の方にきちんと記録しておきますね。はい、それではせっかくですから血痕を見つけたら記録いたしましょう。あんまりせっかくを連呼しないでほしいな。